こんにちは、ゆうです。パズドラのお時間です。はい、今日も無課金サバカ柴犬丸やっていきたいと思います。この前生放送ね、深夜までお付き合いくださりありがとうございました。それ以外にちょっとまたちょっとね、まあバタバタしてて、はい、ちょっとなかなか動画が出せませんで、申し訳ないですね。はい。やっていきましょうか。今日からですね、ガンダムオールスターコロシアムですね。まぁ、ちょっとね、動画編集してる暇あるかわかんないんですけど、まぁ、3月1日時点でガンダムオールスターコロシアムが来ておりますということで、それに、まぁ、ね、挑戦していきたいと思います。巡り合い空、壊滅級やって。これ、ちょっとトラブルはもうやめてほしいな。はい、こちらですね、もうガンダムでもう、ぎゅうぎゅう詰めにしました。はい。一応ね、ちょっとジオングはちょっとスキルマン乗ってないんですけど、ちょっとね、ちょっと入れさせてもらってます。はい。ではご紹介しましょう。ご紹介しましょう。はい。ガンダムエクシアですね。エクシア、リラフレエクシアですね。はい。リーダーのエクシアにリラチェーン体制、スキルチェーン2つ。で、オーションスターね、暗闇がね、ちょっと不足してたんで、もうこれでも一体で補えるんで、はい、これつけておりますと。はい、これダブルアマーダブルゼータガンダムですね。はい、小学生10コンボ、上限解放、スケッチ円2つ、10連ガチャパーでございますと。はい、ウィングガンダムゼロですね。こちらが小学生10コンボ、で、上限解放にスケッチ円2つ。で、フォージオースっていうね、ジューンブライドブリギットの武器で、ちょっと遅延ね、4ターン以下になってますね。で、元のスキルが、一旦の間ではダメージを無効。で、バトル6以降の場合、一旦の間属性吸収とダメージ吸収を無効化ってなってます。で、ガンダムキマリスですね。超覚醒スキルが上限解放スキル遅延2つ。で、イノセントメモリアルですね。これ、まあ、テープ補ったりとか。はい。で、先チラッとお見せしたんですけど、ジオングですね。ジオングに超覚醒スキルプラス。で、エスカトンジャッジメント。モンハンコラボのキャラの武器ですね。はい、これは。まあ、ね。上だけだとね、ダメージ吸収だけなんで、まあね、回数も長いので、で、スキルも盛り盛りなので、で、こっち溜まったら3ターンの間、ダメージ吸収と属性吸収を無効化、全部6を強化となっております。で、フレンドさんのエクシアですね。フレンドさんのエクシアに、スケッチ円4つ、悪魔キラー2つ、で、バレンタイン、クシナの武器つけてもらってます。あー、これつけてもらってるやったら暗闇よかったか、前か。それでは、ガンダムオールスターコロシアム、巡り合い空。宇宙って書いて空って思うんですよ、ガンダム界隈では。はい、それでは対戦よろしくお願いします。はいはい、ちょっと飲み物入れんの忘れた。よしよし、いきなりルーレットか。オッケーオッケーオッケー。じゃあこのフォージオースってね、ガクさして、で、こっちでヘイストかけるか。で、エクシア、こっちからね、変身させて、託されたんだ。で、こっちも変身させて、託されたんだ。で、これで変身と。あ、溜めといて向かったかもな、覚醒無効要因で。まあ、ここをゆっくりちょっと回復でもしましょうか。で、L 字が、ジオングついてたんで、L 字も組んどこ、今のうちに。よしよしよし。まだまだいけるか。ちょっとね、カットしてるかもしれないんですけど。柴犬丸のランク、見てくださいました、皆さん。995まで来ました。結構ね、もうコツコツね、ずっとランク上げてたんですよ。やべえな、ちょっとマシンタイプ、やっぱ回復力低いんですよね。よし、じゃあ行きましょうか。はい。回数も長いということでね、幸い、その制限時間とかないんで、あれは、制限時間はなんであるんやろ。なんか、まあ、あれかな。まあ、あんまここで言うべきじゃないか。はいはい、シールド。非属性吸収ね。はい、了解。非属性は大丈夫ですね。で、ちょっとキマリスでね、マシンタイプの数だけ、なんていうか、炎波か。すいません。最近ずっとね、もう、飯作ってるんですよ。ツイッターね、フォローしてくださってる方ご存知かと思いますが、ずっと飯作ってます、僕。
いや、マジでね、そのお料理がね、ストレス発散なんですよね、僕的に。なんか頭もね、回るしね、やっぱり料理作ろう思ったら、何と何足したら、その、美味しくなるとか、そういうのも考えないといけないんで、やっぱり。この肌触りこそ、雲は大丈夫。ここをちょっとジオング使おうか。私にも敵が見える。よし。んで、はいはい。はい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 。あ、指が短い。あ、そっか、エクシアもっと使っていかなあかんな、これ。はい。あ、ダメージ吸収向こうはね、ここ、6ターン以上いったらウィングゼロで無効貫通しながらできるんで、はいはい。そこら辺はね、あんまり、ジオングは別に、もうジンとして見ても全然いいんかなって思ってます。あとね、クエストダンジョンいいっすね。クエスト、僕がもう求めてたもんすよ。もう正直ね、このパズドラね、YouTube で動画出させてもらってますけども、クエストはね、あんまりやってこなかったんで、はい。こういうね。2手3手先を考えて行うものだ。はいはいはい。こういう感じのね、報酬にしていただくと、またまたモチベーも上がりますね、クエストやる。ね、僕、その、クエスト、このアカウントだけね、ちょっとやってね、昨日。10までクリアしましたね。はい。10までクリアして、10までクリアして、10か、そうか。うん。あとは11から。まあ、どんだけ難しいんかわかんないんですけど、まあ、難しくてもね、やっぱ一番、僕的に嬉しい報酬が石なんで、お、無効貫通来たね。はい、消せないが、あ、消せないがないんか。まあ、いいでしょう。2ターンぐらい。はい。で、ここでエクシア使いたかったな。まあまあ、ええか。いけるやろ。上限解放振りまくってるから。はいはい。で、ガンダム欲しいんすよね。オッケーオッケーオッケー。はいはい。そうか、消せない解除、やっぱダブルゼータの。そうか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 。ガンダムの、あ、吸収やん、これ。まあ、いやいや、はいはい、はい。まあ、あと2ターンか。はいはい。僕消せないはね、やっぱりビットホーンホーム。はいはい。10個もいか。吸収。進めば2つ。はいはい。ね。やべ。これ3色ないんちゃう？いや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 。OK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 。落ち込んで助けられた。ありがとうございます。ありがとうございます。ただね、吸収無効中なんですけどね。はい、OK。おー。はいはい。で、こういう時にデバフが起用でね、ダブルゼータもいるんで、OK。ほな、ほな、行きましょうか。やっぱね、もう全パズドラがね、喜ぶのは、クエスト報酬といえばね、やっぱ石やと思うんすよね。なんか指短ない。このパーティー指短ない。このパーティー指短いことに今気づいた。脳死でやばいな、これ、つまりか。脳死でね、多分耐えれるでしょ、さすがに。OK、OK、OK。さすがにこんなにガンダム詰め込んでるだけあるね。これが俺たちがガンダムだ。で、がっつり回復したいときにね、エクシア使ってあげて。エクシアの回復力めっちゃ上がるんで、はい。いや、ほんと全部パズドラが喜ぶクエスト報酬っていうのはね、もうこれだけの意思ってことがね、もう、なんかもう、反映されたようで嬉しいっすね、僕は。ほんまに。オッケーオッケー、10連月パワーも溜まったしね、ダブルゼータの上の。最後の扉が開く。はい。この私が開く。十字消し、ごめんなさい、録画取れてるか、焦った今。十字消し光から、じゃあ光組んでみるか。
はいはい。あ、やばい。あ、もうこれあかんわ。案外いけた。案外いけた。オッケーオッケーオッケー。なんかもう途中で全然パズル見えへんくなったんすね、今。お、力だけが僕の全てじゃない。そうよ、パズル力だけが僕の全てじゃない。いやいや、パズルゲームにおいてパズル力ないのはね、もうほらほらほら、十字とか繋がってるじゃないですか。パズルゲームにおいてパズル力がないのはね、結構致命的なんですよね。はい、オッケー。長えな。グラハム A か。お、君の存在に心奪われた男。これね、エクシア使おう。そうだ、俺が、俺たちがガンダムだ。このグラハム A かって方、呪術廻戦ね、お好きな方、五条先生のお声の人と一緒なんですよ。声優さんと一緒なんですよ。僕、ガンダムで本当に声優さんに目覚めて、そっからまあアニオタにいろんなオタクの道を突き進んできたんで、今でこそね、まあ、女性の声優さんもね、好きですけど、はい。俺は、託されたんだ。お、どちらかというとね、イケボ好きですね、結構。はい。スポイル使っとくか。時間は 3.5 秒。OK、余裕。はい。おいはい。そう、ガンダム作品といえばね、もう主人公ね。私は全てを正してみせる。はいはい。ゼロシステム。属性吸収向こうか。こうし、じゃあ、ウィングゼロ使おうか。俺は知らない。そう、え、何の話したっけ。あ、マジか。これやらかした。その程度で私の相手は。これやらかした。そうなると思うな。やばいやばい。まあ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 、光やった。別に大丈夫か、大丈夫か。指減らされた、合わせた、喋りすぎて。いや、め、全然消えてないです。もう指早く取り返したい。のためには、はい、必要な。いやー、いい、ガンダムの暴力よね、これこそ。そうだ、俺が、俺たちが、はい、ガンダムだ。本当にね、もうガンダムといえばね、もう主人公をね、導いてくれるイケオジとかが絶対出てくるんですよ。まあ、大概そういう方ってね、その、まあ、物語のなんか展開上、そのね、退場される傾向があるんですけども。なんで、あかんかった。その程度で私の相手は。あ、まあまあまあ、ええでしょう。まあ、いいでしょ、いいでしょ。指、これデバフ上書きして、そのね、イケオジがね、もうたまんなく好きで、はい。本当に、そう、だからガンダムは奥深いなと思って、結構その時からね、イケオジとかに憧れてね、ほんまに背中で語る男が多いんで。これマジな。最後の出撃だ。はいはいはい。14ターンでもな、動画描いても無理なんで、はい、このまま行きましょうか。オッケー、決まった。うんげーよ。俺は死なない。はいはいはい。じゃあ、エクシア使いましょうか。こっちから使った方がいいな。はい。そうだ、俺が、俺たちが、ガンダムだ。はいはい。これもね、ミヤのマンモルさんなんでね、トランザムじゃなくて、エクシア。エクシアの中のパイロット、刹那 F 星芸って言うんですけど、はい。ミヤのマンモルさん。今流行りの作品で言ったら、何かな。そうそうそう。鬼滅の刃のドーマの役とか、ドーマって鬼上限の2なんですけど、の声の人ですね。今なんか、地上波でそういえば、なんか出てはるよね。はいはい。もうこんなもんでいいか。あ、水消えてないわ、全然。全然あかんわ。こんなもんでいいかじゃないわ。お、消えた、消えた、消えた。オッケー。
はいはいはい。あとジュール振ろう。おい、バルバトス。あれはお前の獲物なんだ、はい。このね、バルバトス、鉄血オルフェンスっていうね、作品の主題歌がね、マジ神。ちょっと、名前忘れちゃった。今考えたらちょっとパズルも見せたし、いろいろ。何やったっけ？何やったっけ？ごめんなさい。ちょっと後でテレプで補足入れそうやったら言っときます。あのね、狼みたいな、お面というか、その、着ぐるみかぶった、そのバンドの方が主題歌されてるんですけど、なんて言ったら WO とかも、あれか、ラルクとかね、やってはるしね。勝手なバルバトス。オッケー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 。はい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 。じゃあエクシア試すいいか、ちょっとダッシュビスいいかな。そうだ、俺が。いや、クレーン目覚めされてるやん。ガンダムだ。人喋りに夢中で気づかんかった。はい。はいはいはい。あー、ちょっと待って。え？なんか全然いろいろ消えてないよね。はい、オッケー。お茶がね、コップの中全然入ってないんですよ。グモは大丈夫。ここはリックディアスですね。そう、リックディアスになったのはね、リアルにいんのか、言われるんかな。あ、ちょっと待って、指伸びてないの忘れてた。喋ってもうた。はいはい。オッケーオッケーオッケー。まあ、ここはこれ使おう。俺には誇りがある。そのディアス博士ってなんかすごいね、なんか方がおられるんですよ。そのディアス博士から取ってリックディアスってなったんですよね。やばいな、ちょっとやばい、これ溜まっちゃうな。はい、毒消すタイミング完全に見失った。ディアス博士から取って、リック・ディアスって名前なんですよ。よし。ほい。よいしょ。オッケー。こんだけ喋ってても全然終わらんっていうね。もうそろそろネタも尽きてきたよ、僕も。不愉快だな、この感覚は。はいはい。ちなみにこのジオのパイロットの方はドラゴンボールを好きな方だった。映画見に一度は聞いたことあるんじゃないかな。あのブローリーっていうね、ブローリーの声優さんと同じ方で。貴様のようなものがいるから戦いは終わらないんだ。あぶねー、水消せないか。ちょっと消せない解除しましょうか。で、これで、10連ガチャパー使って、OKOK。で、キマリス使って、で、これ使おうか。俺は死なない。マジで毒体消すタイミングないよな。はいはい。一個ぐらい消すか。ちょっと大丈夫かな？回復間に合うかな？ただ HP がめっちゃあるから、やっべ、やっぱ消すべきではなかったか。オッケー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 。消すべきではなかったから次もエクシアつけるでしょう。はい、やべ、見くびってもらやべー、それはやべえよ。そうだ、俺が、俺たちが、ガンダムだ。はい、やべ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 、こんだけこんだけ喋り倒してボツはないで。 OK。 こんなところで朽ち果てる己の身を乗ろうがいい。はいはい、まあどうせどうせどうせあれなんで、軽減だけ貼って。全然覚醒向こうとは考えてなかったんですよね。はい、もうだからもう、おお、いってー。やべえ、これエクシア使おう。やべえやべえ。そうだ、俺
マイナスドロップ、マイナスドロップ開けさずに、オッケー、多くね、え、なんか回復力上げるエキシャ使おうか。で、毒目覚めも消えたんで、ここでジオング使ってチームワークして、はい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 、はい、あ、てか覚醒無効切れてたんや、やべえ、これ耐えれる、オープネー、キマリス使わせてたんか、よし、いやもうこれね、もうちょっとね、正直なとこね、ね、これ曲げた動画撮ってる時間ないんすよね。はい、やべやべ、回復ないし、あ、回復あるか、ちょっと先生やめてよ、縛られたような人間は邪魔なんだよ、お、オッケー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 、何されるか焦った、そうだ、俺が、はい、俺たちよ、ガンダムだ、はいはいはい、はいはい、エクシアで回復力上げといて、どこまで回復する、回復落ち込みきた、オッケー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 、サボス誰やろ、邪気が来たか、おお、やっぱニューガンダムよね、そこはインファンヌル、オッケーオッケーオッケー、ねー、ほんまはいけるんちゃうかな、はい、じゃあこのまま行きましょうか、もう逆襲のシャア思わず見返しちゃいました、ほんま、あ、やば、水消えてへんかった、はいはい、オッケー、サイコフレーム強振、オッケー、はいはい、離れろ、おー、あぶねー、あぶねー、いや、これ、あと何ターン、多分7ターン。1ターンやから、ちょ、分割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 。で、ちゃんと消して、縦も張って、はい。これでもう負けたらね、もう、しゃあないっすわ。オッケー、ごめんなさい。ちょっともう動画撮影してる時間ないんで、ちょっとすいません。もう戦略的、戦略的ね、コンテでございます。はい。まあ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 、いろいろね、あるんですよね。もうちょっとほんま。マジで、時間がねえんですよね、最近。ほんまに。時間がねえんですよね。この後もすぐ外出しなきゃいけないんで、あー、やべー。よし、フィンファンネルバリア。オッケー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 。さて、ここで行きましょうか。まあ、ガンダム詰め込んだからね。俺は死なない。よしよし。エクシャ使えへんか。はいはい。はいはいはい。はい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 。はい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 、多分いけるでしょう、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 いけると言ってくれよ、言ってくれよ、よいしょー、また実質ノーコンっすね、はい、ありがとうございます、よいしょ、さて報酬とはいかがなもんでしょうか、おお、結構ええ感じですね、これは、これはさすがに長いからな、うん、はい、あ、な、え、なんだ、なんデータ更新。なんか来た、あー、え、え、あ、維新もらえるんや。なんかデータ更新したんで、もしかしたらね、今日この動画、この日になんか更新来るかもしれないですね。はい。それでは、じゃあ報酬のガチャ引いていきましょうか、最後に。じゃあ解析年スーパーゴッドフェスをね、回していきましょう。はい。
全然ね、止まってくれといいんですけどね、はい。あー、やっぱさね、イズイズか。イズイズね、はい、いいですね。そしたらクリア報酬、報酬6以上確定ガチャを引いて、締めたいと思います。はい。星6以上って何が出るんやろ。いや、角間なんか、エピオンはね、エピオンは持ってるんだ。武器を持ってるんだ。まあ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 、武器もね、全然優秀なんで、先この武器つけとけば勝ってたかもしれないんでね。そう思えばいいでしょう。はい。それでは、今回はね、この辺で終わりたいと思います。どうでしたか？はい。僕の、何喋ったかもわからんかったんで、はい。適当にもう、まあ、おしゃべり、もうパズルに集中せえっていう話なんですけど、まあ、一人ぐらい、こういうね、おしゃべり好きのパズドラがいてもいいんじゃないということで、はい。よろしければね、はい、よかったよという方、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それではね、はい。また次回お会いしましょう。頑張って、3月1日中に出したいですね。はい。それでは、バイバイ。